ちらにある橋が川辺橋というんですけども、こちらが総社市と倉敷市真備を結ぶ橋なんですけど、こちら歩道なんですよね。まあ、自動車は、ね、通ることはできないんですけども、自転車とか歩行者が通る、橋になってます。でその隣が新川辺橋といって、まあ、自動車専用の、橋になってます。 3、4日前の大雨によってこの橋の橋脚が流されかけるというか、その歪んだんですよね。でこの道もこのアスファルトの部分もその歪んでるということで、今通行止めになってます。封鎖されてます。で歩行者、まあ、自転車がまあ通ることができないんですけども、この今、自動車専用の橋なんですけど、この橋を使って歩行者とか自転車の方は渡っているということなんですけども、結構ね交通量がありまして、でこの車幅もねかなり狭い感じです。時折ねやはりあの復興作業なのか、ちょっとまあ真備町がね近いすぐそこなので、大型のねトラックとかが通ったりするわけなんですよね。で今後ね 1,2 週間後にその歩行者専用のねレーンを、作ると言ってるんですけども、実際、まあ、それでいいのか大丈夫なのかと思ったりもするんですけども、今回はね実際渡ってみてどうなのかっていうのを考えてみたいなと思います。昭和70年代ぐらいまではここで車が通ってたんですけども、そこから車がこちら側にね通るようになったような感じです。今は歩行者自転車のみしかこの橋は渡れないんですけども、今は全面通行止めになってます。ちょっと行ってきます。で、まあ、今ねこの新川上橋を、まあ、歩行者とか自転車通ってるんですけども、まあ、今警備員さんいるんですけど、まあ、歩行者用のねあの信号がないんですよね。わかりますかね、もう自動車だけの信号がついてますんで、はい、あもうこっち側だけなんですか。あこっちは、左側はあの交通ルールとして、はい、左側は自動車、はい、自転車なんです、はい、歩行者は右側通行ってなってますんで。ああなるほど。だから向こう側来る分には歩いてくる人はこっち側来るんですけど、はい、こっち側から向こう行こうと思ったら歩行者は右側通行なんです。ああなるほど。じゃあ右行ってこう帰ってくる。はい。あはい。これ自転車がね来るとちょっと狭い場所を通らないといけないんですけど、これトラック来たらもうギリギリですね。やっぱりねちょっと怖いですね。まあ、特にねお年寄りの方とか子供さんとかは、まあ、恐怖かなと思います。細っ。
際に渡ってみまして、まあ率直な感想なんですけど、まあトラックがね来た時結構ねなんか怖いなというかヒヤリとするような、ね、感じですね。まあ、場所によってはねちょっと広かったり、まあ、自転車がね通れるような感じでもあったりするんですけども、でこの川上橋なんですけども昨日に比べてちょっとねちょっとさらに傾きがねひどくなってるような、ね、気がします。昨日はね、まあ、若干傾いてたんですけども今日はなんかもう目で分かるぐらいな傾きというか、でひび割れもね昨日よりだいぶ広がっておりました。で今後ね実際、まあ、どうなるのかっていうのが全く分からないというかね、ちょっとね、まあ、この辺ね、通行される方とか十分気をつけていただきたいなと思います。